フラットベルトベルトは巻きかけ電動装置に使われる機械要素で原動車から自動車に動力を伝達するもの。ほとんどの場合、軸にセットされたプーリーに合わせて用いられる。静音性、軸角度の自由度、軽量性、コストに利点があり、旧来から現在までベルトコンベアや自転車、工作機械など機械全般に幅広く使用されている。状態とも、 布製から始まり、現在はゴムにナイロンなどの芯材を入れたものが主流になっている。丸ベルトにはウレタン製などもある。ベルトの掛け方による回転方向の変化ベルトの掛け方によって、原動車と受動車の回転方向が変化する。イラスト左から、受動車が原動車と同じ回転方向を得るオープンベルト。受動車が原動車と逆の回転方向を得るクロスベルト。 軸方向を90度変えるクォーターターン。クロスベルトとクォーターターンは、軸が接近していると、ベルトが接触損耗、ねじれ破損するため、プーリー系とベルト幅によって適切に軸距離を取る必要がある。ベルトは使い続けると表面が削れて緩み、スリップが発生するため、常に針を調節する必要があり、多くの機器で軸位置を調整できる。 それを自動化するため、バネ式のハリ車を用いる場合がある。逆に、テンションラーを緩めてスリップさせ、クラッチの代用にする機器もある。テンションは通常内側から外に向かってかける。逆折れにテンションをかける場合は、強化が食べるとお使用する。ありがとうございます。